生前院は、熊本県熊群水上村にある新言集地山派の寺院である。寺に残る伝説から猫寺の通称で知られる。山和脇には、狛犬ならぬ駒猫が置かれる。寛永二年建立の観音堂は、国の重要文化財に指定されている。観音堂内の趣味団看板にも猫が彫刻されている。創建は、寛永二年、相柄市。 第二十代相良長ごとによるもので、次のような由来を持つ。かつてこの地にあった、不文寺の十字、森誉れ法院は、天正十年三月十六日、相良氏より、無実の罪によって殺され、寺にも火をかけられた。息子の死を恨んだ法院の母、九月前女は、相良氏を呪い、断食して、市房神社で三十七日間の粗子をなし、指を噛み切って心臓に血を塗り、 愛病の黒猫、玉垂れにも因果を含めて、自分の生地をすすらせ復讐を誓い、猫と共に淵に身を投げて死んだ。その後、相良氏が化け猫に悩まされるようになり、森誉れ親子らの霊を沈めるため、不問寺跡に建てられたのが、生善院だという。初代十字は、元城寺、第十六代の行達。藩では、森誉れ法院の明日三月十六日に、 藩民に寺への参詣を命じ、藩主自らも参詣したので、たたりは止んだと伝えられる。野も過ぎて砂糖も過ぎて中山の寺に参るは、後の世のため無実の罪の内容について、複数の説がある。一説には、森誉れは、湯山城主、湯山佑と森総将の弟であったが、相良氏への無本を企てたと疑われ、死罪に処せられたという。寺に、 設置の案内板などはこの無本説を取る。別の説では、村に異を結んでいた美国の学徳に資縮した、青年僧、森穂まれがその教えを凍うたところ、森穂まれに、不条の行いありとする噂が立ち、これが、相良氏の耳に達して資材に処せられたとする。人よし、熊春夏秋冬キャンペーン実行委員会発行、相良33観音語法委員長。 ありがとうございます。